おるやん、そこに。絶対おるやん。食らって、刺す、刺す。オッケー。で、とどめの、一撃。はい、どうも、ジャヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、今回こちらのハロウィンイベントに伴って、もういろんなね、こう、海外の人気ホラーが追加されてるんですよね。例えば、ストアにある、こちら。はい、レザーマスク被ったおっさん。まあ、チェーンソーキラーとかの代名詞とかだったりしますよね。一応武器が、チェーンソーコンセプトの LMG と、あと MP5。まあ、なんか血ついてますよね。で、あと、スレッジハンマーみたいな近接武器。で、お次がこちらの、ドクターカル6っていう医者なのかな、科学者なのかな、まあ、これちょっとね元には知らないんだけど、一応ねこういう形の電気武器が、追加されたり、あと投げナイフですね。これもね一応特殊エフェクトが流れたりとかするんですけど、こちらまあ追加されてます。でお次が本題の層ですね。もうこちらかなりグロいし、もうどんでん返しもめっちゃ多いので、まあ映画としてかなり面白い作品なんで、まあ皆さんにぜひともおすすめしたいんですけど、こいつが今一応ね層のマスコットキャラクターでピエロ風なやつですね。なんかふざけた顔してますけど。であと武器系がこういうなんか血に塗られた感じのやつと、あと層のこのマークですね、このぐるぐるマークがついてたりだとか、極めつけがこちらの拷問器具ですね。まあ、これが一応投げナイフなのかな、普通のナイフなのかな。一応まあ新武器って形でなんか海外の方は話題になってたんですけど、これが拷問器具って形でキュイーンってこう音を立てながらめり込んでいくんですよ。なんかまああれですよね、高速器具とかについてるやつですよね。これがまあ使えるということで、いや楽しみですよね。でまあこちらね、まあすでにタイトルとかサムネにしてるから知ってると思うんですけど、はい、海外版となっております。なので日本の方はね規制がかかって、そのキュイーンっていうのもチートが多分出てこないんでしょうね。ただこちらに関してはバリバリ多分えぐい感じになると思うんで、早速ねちょっとワクワクしながらやっていこうかなと思います。ただまあ残念ながらこちらね無料版のウォーゾーンしかないので、ちょっとね敵に対してまあコンカッションとか投げ物投げて動き止めて頑張ってね使っていこうかなと思います。はい、ということでちょっとまあ購入する前試したいのがあって、クリエイターサポートっていうのが一応あるんですよ。そう、こういう形でストアでL3ボタンを押していただくとですね。で、これさ、俺売ったら俺お金入るんじゃないっていう。そう。これ別垢なんだけどね。で、結構さ、クリエイターサポート知らない方が多くて、まあ、フォートナイトで有名だから、まあ、知ってる方もすごい多いと思うんだけど、やっていただくと、北米の海外の方の運営に直接入るんじゃなくて、これ多分日本支部とか多分あるんだろうね。で、そこでこう、ちゃんと振られるみたいな形で、一応今が、グリドさんと、ハセシンさんかな？で、あと僕っていう形の3人が選ばれてるんですよ、このクリエイターサポート。なので、まあ、皆さん的にはメリット全くないんだけど、やっていただくと、まあ、日本の配信者すげえな、みたいな、稼げてんな、みたいな感じになるので、まあ、せっかくだったらね、やっていただけたらな、という感じです。はい。よろしくお願いします。ということで、買っていきましょう。結構、ま、皆さんというか、僕が結構、その、なんだろう、マルチで、バリアント紹介やってるじゃないですか、武器紹介。まあ、そういうところで結構ね、コード売っていただいてる方が非常に多くて、ありがとうございますって感じなんですけど、はい。まあ、全然僕以外でも、ハセシンさんとかグリドさん推しなんだよね、最近見てるんだよね、って方は、ぜひ、日本人の誰かしらのね、コードぶち込んでください。お願いします。では早速、北米版のウォーゾーンゾンビやっていきたいと思います。まあ、こちらジグソーのやつだけじゃなくて、普通に北米版の段階で結構グロいというか、日本と違ってね、血の表記とかがちゃんとありますので、まあ、そこら辺も結構注目ポイントなのかなと。特にまあ、下打ちした時にちゃんと血が出てくれるっていう。ほら、血の量、出方やばいっしょ。そう、通常の段階で結構血が出てくれるんですよね。ほら、こういう形で。うわー、ソウさんがすごい。ははは。マスコットキャラクターが血吹いてやがる。っていう形で結構ね、この段階でもグロいので、まあ結構楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。さ、ということでやっていきましょうか。なるべくちょっとアンチキは、まあホスピタルでも悪くないんだけど、結構ここ混むんだよな。とりあえず初手1万貯めないことには、あのロードアウトが使えないので、とりあえず金貯めムーブからいきますか。よいしょ、ジャストオリー。びっくりした出た。これね、ビビらせ要素がたまにあるんですよ。ふざけやがって、ほんまに。さ、俺ヘッドホン結構音をデカめでやってるんよ。そう。オーディオ設定とかせえのよ、海外版。だから、音結構デカめで今やってるんよね。だから、結構、ね、なんだろう、ヘッドホンとかも音デカめにやってるんだけど、マジふざけんなよ。いやー、足音ゲーなんだからさ、足音デカくやってるに決まってるじゃないですか、このゲーム。あ、出た、投げライフ。これ多分変わんじゃね？いや、変わらへんか。やっぱロードアウトからさ、開始しないとダメなのか。まあ、一応この多分投げナイフがあれになるんでしょうね。拷問器具に。あ、撃っちゃってんな。味方のカバーしましょうか。敵さんいらっしゃいますか？いるみたいですね。特撮。取る前に、いやー！すまん、味方遅れたわ。さあ、しっかりと、よいしょ、敵の亡骸漁りつつ。あ、武器持ってなかったんだな、味方。それはドンマイだわ。味方か。びっくりさせやがってよ。さあ、これで味方が復活と。ちょうどいい。は？どこ？おるやん。あっぶねえ。はい、これでめちゃめちゃお金うまうま。いやー、いいね、いいね、いいね。で、これでストア行って、ロードアウトを購入と。
あの、味方変な打ち合いだけやめてくれ。俺はもうロードアウト回収して、ソウの武器を使いたいね。そうなんですか。笑ったやろみんな。さすがに。さすがにもうみんな、爆笑満点大笑いって感じでしょ。ソウってさ、すげえ言いにくいよな。いや、言いやすいんだけど、語呂ちょっときついよね。さ、とりあえずこれで、よし、オッケー。よし、これで投げナイフをですね、見てみましょう。おー、これか。ちょっと全然見えへん。一応 FPS 視点だとこんな感じなんですけど、やっぱり投げて使ってみんことにはって。おぉ、便所刺さった。いや、見えへんなぁ。いやぁ、なかなか見えにくいっすね。あー、なんか普通だね。こうやって見ると。全然普通の投げナイフっていうか、なんかもうこう、なにアイスピックみたいな感じ。で、これを敵に使ったら、あら不思議って感じだと思う。敵おらへんかなぁ。てかさ、これほら、投げナイフあるじゃん。普通のやつ。これとやっぱ別なんだよね。新アイテムじゃん。やっぱ、ちゃんと別枠で用意されてんだ。なんかこういうさ、イベント系も普通にウォーゾーンのさ、このハロウィンから獲得できるっていうのも面白そうだよね。課金でしかゲットできないやつを、まあちょっと無料で、みたいな。まあそしたら多分、購入意欲というかそこら辺がね、落ちるから、運営的にしないんでしょうけど、俺は全然やってもありだと思う。これどういう、あー、血出てるほら見て。おー、血だ血。おー、すげえ。いや、結構生々しい血出んじゃん、これ。はい、これがそう、コンセプトですか。眺めるとこんな感じ。ショットガンも眺めるとこんな感じ。ショットガンやばそう。おーっと思ったけど。あ、これスラックなの？あ、スラックだね、これ、ショットガン。スラックちょっと微妙だな。あ、敵？やばそう。いやー、毒、いやー、やばそうだな、それ。大丈夫？やばい、二人ぐらいいるわ、あれ。それ無理ゲーじゃね？行くか。こいつ普通に殺させてくれ。すまん。ただこれで、あれですよ、あの、亡骸が二つあるから、あいつは即蘇生できるはず。おー！ナイフある、ナイフ。ほらほら、コンバットナイフ。これ新しいやつっしょ。ほら、ね。で、味方がこれで何も取ってない状態で溶かされるはず。すげえ。これさ、バトルパスの最後じゃなかったっけ？めっちゃいいやん。うわぁ、人斬り包丁ってやつ。ええやん、ええやん、ええやん。ゾンビ狩りたいなぁ。ゾンビ狩り。買ってこいや、ゾンビども。人斬り包丁で。人斬りじゃないよ、これ。肉立ち包丁とか、肉斬り包丁でやってやんよ。あ？近く扉開けた音が聞こえたんですけど、暗い！おぉ！あー、キュイーンと音聞こえてるけど、キュイーンと音聞こえてるけど、グロ要素はどこにあんの？ちょっと待て、ちょっと待て、お兄さん。キュイーンと音は確かに聞こえたけど、そうじゃないんだ感半端ないんやけど。あの、もっと血がブッシャーみたいな感じない？今ちょっとゾンビ少ないんで、あれですね、あの、格殺キルとかで、ダウン状態の敵を持っていく時ぐらいしか使い道なさそう。近いな、銃声。これは裏取りからの、この、投げナイフが。刺さるんじゃないかなと思ったけど、味方やられてるやつ。ピンだけはちゃんと立ててくれるんだよな、この毎回死ぬ人。ダウン？ 2 枚目来る？来ないか。くれ！それはない！あっぶねえ！びっくりした！心臓止まるわ、お前マジで。自己蘇生っすか。おぉ、びっくりした、お前。おい、ダウンしろよー。頼むからダウンしてくれ。おるなー。ゾンビどこ？おった。くれ！くれ！ミスター！ことごとく外れていくっていう。やめてください、お願いします。何でもしますから。はい、一挙逆転にかける。あー、投げる前に死んだー。よーし、めっちゃ金稼いだぞ。さあ、ではロードアウトドロップ買っていきましょう。いや、お金めっちゃ余ってんな。助かる。はい、ということで2回目の登場で、これだけだったらちょっと少ないので、これで補充します。 OK。 さあ、これで通常の敵がいればダウンさせて、まあ明るいところというか間近でしっかりと見るという。で、ゾンビがいれば極力コンカとか投げ物を使って、狙い撃つという形でやっていきましょう。おるな。おる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 。バレてないよ。あー、いいね、いいね、いいよ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 。スッと投げ物投げて、はい、食らってる。そこに投げる。どう？ギュイーンって音が、あー、すげえ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 、血出てた、血出てた。ギュイーンってこう、なんかあの、わかるかな、血しぶきみたいに出てたわ。すげえすげえ。いや、もうちょっと間近で見たかったな。ではお次、なんでこれ最初からしとかんかったんやってぐらい、コスパのいいモード、こちら、プランダーやっていきたいと思います。まあ、こちらのモードであれば、こういう形で初期からロードアウト持ってますし、何より何回もね、リスポーンできますので、結構ね、チャンスが増えてくるんじゃないかな、ということで、ちょっと待ってね。あの、近くで投げナイフを決めたいんだけど、どっかおらへんかな。あ、ちなみに、なんかね、後々よく見てみたら、こちら、なんと、ほら、ナイフで、この拷問器具持ってるんですよ。ちょっとね、これでキルしてみたんですよ。多分オープニングにしてるシーンだと思うんですけど、キルしてみたんですけど、なんもなかったね。普通のナイフだったので、これに関してはそうでもないんですけど、あの、こっちの投げナイフに関してはね、あの、めちゃめちゃ、あの、血がブシャー吹き出るんで、それをね、もうちょっと綺麗に皆さんに実況でお見せできたらな、と思っております。おーい、俺顔出せー。はい、よし、投げ物オンライン。
で、コンカッションは反応、まさかのないパターン。いや、金はね、ここスーパーストアめっちゃ落ちてるんだけど、誰も取りに行こうへんな。あー、キャッシュのやつ拾えるやつ。え、どこ？おる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 。うわー、死ね！待って、こいつだけ殺す。で、俺は逃げる。さよなら。ありがとうございました。で、角マッチングして、殺す！おい！来いよ！そこです！いやー！味方蘇生くれへん。ここ、おるよ。ナイスナイスナイス。で、蘇生ちょうだい。あざまる水さん。いやー、ナイファーいてくれるの嬉しいんだけどなー。え、マジで言ってるそれ。助けないと。助けないとと思ったけど死んじゃった。どうしよっかなー。出すか、ここら辺で。よし。オッケー。さ、これでお金を詰めますー。あ？目の前目の前目の前。いやー、お前そこで死ぬんかい。しかもほら見て。この銃もぎ取れますからね、こういう形で。グロッティ。いや、そういうのはええねん。特殊戦取ってほしいなー、マジで。パーティー組んでないのかな、あいつら。敵がおる？了解了解。把握。いますね。ダウン頼む。ダウン、ナイスナイス。で、ここで、やる。お前。あ、殺した瞬間、速攻投げんとあかんね。うん。マジで言ってるそれ。ちなみに、あれですね。投げナイフ一発じゃアーマー付きのやつは殺せないので、実質、ちゃんとさっきみたいな形で、撃ち落としてから、やらないとダメっていう。上か。多分、ここにおるんちゃうんかな。ここの2階。ね。おった。殺す。からの死ね！どう？おー、ほら、血出てる、血出てる。イェーイ。おー、来てる来てる来てる。殺すじゃん。いやー、頭吹っ飛ぶのはええねん。この銃の、威力は分かってんねん。ちゃうちゃうちゃう。ダウンしてくれ、ダウン。ん？どこですかー。おった。オッケー、死んどけ、お前は。で、味方の金も詰めとったろ。オッケー。あー、出た出た出た。これ上から射撃してくるクソヘリですね。まあ、そんなダメ入んないんで、あれですね、全然アーマー回復でなんとかなる。ただ目の前に敵がいるのは聞いてない。ちょっと待ってください。これ圧倒的に振りすぎる。なんで室内で持ってるやつの方が、そこです。うぇーい！見たか？おい、かわせお前。スッ！で、お前を刺し殺す。うぇーい！あ、全然見えへんかった。やけど、投げナイフ結構刺さってんだけどな。まあ、一応そのめっちゃ映えるシーンを一個撮ってるんで、まあ、それをまあ、重点的に見ていただきたいって感じなんですけど、まあ、血がいっぱい出るわけですよ。はい、ということで、なんか知らんけど2位になれました。ありがとうございます。いやー、まあ、そうだね。まあ、この試合においてはそこまで映えはなかったんだけど、一応まあ、紹介はできたということで。いやけどね、やっぱり頭にぶっ刺した時、超絶ね、気持ちいい感じで終わるので、まあ、ぜひぜひ皆さん、こちらのね、新武器拷問道具、使ってみてください。ということで、これからもね、コールオブデューティー MWの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。